クロマスクにスポンジをつけたらメガネが曇らなくなりました。スポンジってるよね。こんな感じ、こんなスポンジがアマゾンに売ってて、それをつけたら曇らなくなりました。ただ完璧ではないので、曇り止めスプレーかクロスか何かでね、曇り止めをしてからの方がいいけど、まあ一応マナーでマスクはするけど、メガネが曇るのはねうざったいですよね。もっと曇らないですいいマスクを買えばいいだけのことなんだろうけど、そこまでしなくてもと思って、手に入りやすいユニクロマスクで済ませたいところだよね。iPhone の、ね、マスクをしてるとロック解除できない問題だけど、昨日かなニュースになってたけど、 Apple Watch で解除できるようになんかテストしてるらしいですね。まあそれはそれでね、 Apple Watch をいじらなきゃいけないんだとすると、それはそれで面倒くさいような気もするけど、それでもね、マスクを外さなくてもロック解除できるようになるのはありがたいかな。アップルウォッチって、まあ、普通左手の腕につけてるわけで、左手でいじれないじゃないですか。意外にスマホよりも面倒なところがあって、両手必要なんですよね、アップルウォッチ操作するのに。片手じゃいじれないからね。だから左手に iPhone 持って、でもさ iPhone 手に持ってさ、右手でそのロック解除何かやるとしたらさ、時計はさ向こう向いてるわけじゃん。こういう風にして時計に何かタッチする、ボタンを押すかなんかするとすれば、こういう作業はまあできないよりいいか、まあ、アップルさんも考えてくれてるってことでね、できないよりはいいですよね。天気いいからスズメが元気よく遊んでます。またここ数日お散歩カメラができなくて、理由はね、またインターネット回線がおかしくなって、もうどうにもならんって分かってるんだけど、その中でもね、その中でもういい状態を作り出したいと思うじゃない、いろいろ試行錯誤するという。おお、そこにいっぱい鳥たちが集まってる。これ以上近寄らない。カラスもいる。M1 MacBook 8 GB メモリーの使い始めて数日経ちますが、おおむね問題ないですね。
全てにおいてインテル15インチよりも早いしね。でよくコメントとかでももらうんだけど、インスタとかで、なんで8ギガを選んだんですかと、メモリーがね、まあ、答えは簡単で、16ギガだとすぐ手に入らなかったからっていうことですよね。あとできるだけサブ機だしね、できるだけ安く済ませたかったっていうのもある。飛行機が旋回してきてるよ。この液晶じゃ全然見えないけど映ってるよね。メモリー不足が出てる時っていうのも時々あるけど、だいたいねアドビ系をね3つ以上起動した時、立ち上げた時だね。2つまではねギリギリ大丈夫かな。で起動さえしてしまえば、その作業中にメモリー不足みたいには今のところは出くわしてないです。3つ目のアプリを起動した時になんかメモリー不足だよ的なものが出ることがあるんだけど、まあそれも Adobe のソフト全部が M1 Mac に対応してくれればね、対応したアプリになってくれれば、ロゼッタ2じゃなく起動できれば多分それも起きなくなるんじゃないかな。ヘリコプターが、うわ、ハトが、こっちからのヘリコプターが、なんでしょうね、こっちに飛行機、そして鳥、M1 Mac、 うるさいな。 M1 Mac にアプリ側が対応してくれたら多分そういうエラーも出ずにね、うまいことユニファイドメモリーで処理してくれるんじゃないかなと期待してます。で、Adobe 以外のソフトの場合は今のところ出たことないですね。なんかね、ファインダーにしてもね、サクサク動く、サファリにしても、クロームにしても、そのサクサク動くっていうだけで、作業効率っていうのは全然上がるっていうことがよく分かりました。自分の脳の動きについてきてくれる感じかな。お、また来たよ。また旋回してきてます。ズーム。てるんだよね、きっと。自信ないけど、勘で動かしてます。全然映ってないかもしれない。何度旋回するんだろう。もう一回しそうな感じがするよ。この辺りかな。もう一回来そうだな。
ズームした途端、これズームしてたんだ。まあいいか、そんな追っかけてもね。そうそう、操作系がね早い。レインボーカーソールをね見たことないな。そういえば見たことないですね。レインボーカーソールが出ないぐらい早いっていう。で、本番投入して、サファリで MT の管理画面、ムーバブルタイプの管理画面開いて、で、そこのソースをコピって、テンプレートのソースをコピって、で、VS コードに貼り付けて編集して、で、またサファリに戻って貼り付けて再構築してみたいな。その一連のよくやる作業っていうね、もう全然負荷的には軽いんだけど、操作性的にね、そのアプリの切り替えとか、リロードとか、そういう作業、なんていうかな、レンダリングっていうのかな、の部分を確認してみたら、もう全然指についてくるっていうか、脳みそについてくるっていうね、指についてくる感じ、キーボード操作とともにこう全てが、思い通りタイミングよく動いてくれる。これインテルマックだとそうはいかないもんね。たかがそれくらいの作業でもね。また来たよ。この辺りかな。何回旋回するんだろう。飛行機からの鳩。小さい鳥がいる。あ、そっちも出ちゃった。どっかにうるさい鳥がいる。2羽、あの白い鳥だな。それと iPhone もこのサイウス化計画を実践してみました。ケースをこれなんて読むんだろうね、メムミって書いてあるけど、ローマ字ではメムミっていうブランドなのか知らないけど、ほとんどその防御力のないケースだけど、これにして、この表面のガラスも縁取りがされてたガラスからこのただのフィルムに変えてみました。ちょっと指紋が残ったりとかね、こういう風に指紋が残ったりとか滑りが悪かったりはするんだけど、このガラスギリギリまでそのフィルムが貼れるので、表面がねすごくスマート、すっきりとしました。で、シルバーの iPhone の良さを引き出すように、この乳白色って何て言ったのね、ちょっと半調乳白色だよね、のケースにしてみた。で、この幅もね、純正のケースと比べても左右右左合わせてに合わせると2ミリかぐらい薄くできるから、これすごい今快適です。この左右薄化計画も成功しました。成功しないのはインターネット回線だけだな。あれだけは、あそこに住んでるって言っても持ちマンションだからね、引っ越せないけどさ、まあマンションの管理組合とか、そのそっち側でね全部買えるよっていうことにでもならない限り、インターネットは改善できないね。5G になって使い放題になって、外の電波を家の中で受信できてみたいなことになればありかもしれないけど、まあなかなかならないでしょう、それはきっと。
もそも 5G がこっちの方まで使えるようになるのはいつになることやら。なったとしてもミリ波じゃないわけでしょ、サブ6だから LTE と大きくは変わらないだろうからね。そして使い放題プランってのはないでしょう。はい、ということでここまでにしましょう。ということでまた休みがちだけどできるだけ散歩出たい。